役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターン5番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ、あの村人を残してね、狼釣りたいですね。SG1 の村人を残して白狼釣りたいですね。まあ、あの変な動きはやめましょう。スラしたり、柱発言したりですね。炙り出しですね。役の炙り出し。もう人外行動ですね。あとは何でしょうね。発言白くなってないのに、アーマーする人。突然。守られるわけないですね。っていう迷惑行為やめて、普通にもうシンプルにね、もうスラももうもはややめて、スラっていうのは結局迷惑行為なんで、濁るだけです。あとはもう対抗出たら出る。当たり前のことやって、セオリーね、3塩でグレイクとか、2-2番目でグレイクとか、頭大丈夫ですかって言われないように、セオリー守ってゲームするっていう。以上です。はい。6番のプレイヤーが発言します。おはようございます。塩ないです。まあ結局は5番さんに関しては2周目の位置じゃないのかなって思ってます。うん。まあ別に要素として要素って別に落ちたわけでもないから、うん、まあ、しっかりね、結局はグレース精査やと思ってるんで、まあ、5番さんに関しては2周目やと思ってます。はい。自身の進行論を見ると、その人の立場になって、その人の視点開示をし、で、その人のプレイヤースキルを考慮した上で、その人の視点がおかしかった場合に関しては、しっかり精査をしていきたいなって思ってます。それが人外要素なのか、はたまた村で変なことを言ってるのかっていうのはしっかりと精査した上で、人外値っていうのを見つけていきたいかなって思いますね。はい。まあ結局は、グレーの精査なんで、まあ、2周目になったら頑張っていきたいなって思います。はい、以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い仕様、1番さん白結果です。1番さん白です。まあ、5番さんと6番さんと比較したときに、まず5番さんは、まあ、変な動きだったり、スラをやめてくれっていうことから、まあ、結構、ややこしい盤面を嫌っているのかなと思いました。まあ、5番さんが狼だった場合っていうのは、結構盤面コントロールできる状況下の中なので、まあ、その強靭に頼っている狼には見えないって感じですね。炙り出しやめてって言ってるのでね。まあ、結構少し村感じを拾えたかなというふうに思ってます。まあ、ちゃんとした盤面を形成したいのかなと思いました。で、6番さんに関しては、まあ、5番さんに対して要素が落ちないっていうふうに言ってるだけの意見なので、あと発言に気を配る人物なので、まあ、6番さんも2巡目位置、まあ、5番さんも2巡目位置かなって感じですね。まあ、騎士に関しては、対抗で出てきた場合の白先でもできてほしいかなと思ってますね。それはまあ、騎士さんの動きには任せますけども、自分はそういった感じでやってます。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ、5番さんについてはね、まあ、2周目かなと思いますよ。うん、まあ、5番さんはねちゃんと言ってましたね。村人をね残してね狼を釣りたいって言ってたんで、まあ、結構ね感情は取れたかなって、村感情は取れたかなってまあ思ってるんで、まあ6番さんについてはまあ3周目かなって、もう明日でいいよって思いましたね。6番さんに関してはね、もう別にいいかなっていう感じするんで。はい。まあ、7番さんについては、まあ、ちょっと進化どうかはまだよくわかんないですね。対抗でできてからになると思うんで。はい。まあ、それぐらいかな、いうことは。うん。まあ、例の2人出てきた場合はね、まあ、できればね、
決め打ちはしたいなと思いますけどね。結構まあ難しい話だとはまあ思いますけど。まあその時はね、ニセポホ釣りますけどね。はい、初日はね。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。なんか8番の色が一番落ちにくいかなと思いました、自身も。8視点で5に取ってる要素っていうのは、まあ、狼釣りたいって言ってるから村感情が拾えるっていうのはよくわからないかなっていうふうに思ってますね。まあ、僕も狼釣りたいし、みんな言えばいいんじゃないって思ってるかな、そう。6番に関してはそうだな。まあ、両面精査しながらその人の視点から考えるってことで、結構難しい精査するかなと思っているかな。だからまあ、発言伸びそうだなと思って期待している位置ではあるかなっていうふうに思っています。7番さんに関しては、5に対して、まあ、強靭に頼る狼には見えない。と言いながらも、最終的には、まあ、2周目1。まあ、いい精査かなとは思っているんだけれども、そうだな。強靭に頼る狼っていうのが、実施点はよくわからないかな。まあ、5番さん視点であんまりスラとかしてこうへんやろうなっていうのはわかるんだけど、強靭に頼る狼。まあ、盤面スッキリさせたい村人だと。1番。のプレイヤーが発言します。はい、はい、お願いします。そうですね、まあ、5番さんの、まあ、SGH 残した白狼釣りたいって、まあ、そのどういうシーンで言ってるかわからないけど、だその見極めがすごい難しいかなと俺正直思ったかな。結構レベル高いこと言ってるなと思ったけど、まあ、スラとかの発言とかはおおむね同意ですね。で6番 もあのプレイヤースキルどうこう言ってたけど、そこ見極めるの、まあ、5番同様なんだけど、そこら辺がめちゃくちゃ難しいかなと思ったかな。まあ、9番同様、8番の色落ちはないかもしれないけど、2-2 とか1-2 場面、になった時に結構例の自分もどっちかというと最近なんか決め打ち大派、まあ審議つかなきゃ結局釣り切るんですけど、結構大差ついてはこの人新っぽいなと思ったら自分も残したい派っすね。まあ人のは増えるしって思ったかな。まあ7はちょっとまあ黒い発言とか要素は拾えてないけど対抗出てきてからかなと思うけどね。はい、まあ9は特にって感じですね。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。占い師3番さんね、歌舞伎揚げさん乱白飾ってます。よろしくお願いします。騎士に関してはもう盤面固まってから騎士の判断に任せますね。はい、平和村だったら出てきた方がいいよっていうところですね。はい、でまあ7が出てるんで平和村ないと思いますが、はい、そうですね、対抗の白崎から触れていこうかな。1番さん、1番さんは特にまああれですね、まあ特に黒要素っていうのは拾えてないが、黒囲い、7がローだった時の囲い持っていこうとは思ってます。はい、2周目以降頑張ります。5番が言っていた SG 値を残した白狼を釣りたい、これ最高ですよ。 SG 値って何か分かります？白だけど釣っちゃうところですよ。釣りたいところですよ。白だけど釣りたいところ、違いますよね。釣る場所、白狼っていうのは黒ですよ、色が。はい、だから黒を釣りましょうね。白狼釣りましょうよ、黒。はい、6か8でいいんじゃないですか。雑ですかね。以上。3番のプレイヤーが発言します。まあ雑だと思いますよ、2番さん。雑だと思いますけどね、その上げ方は。はい、2周目1だと思ってますからね。別に8も別に6も5も9もね。でさ、ちょっと引っかかった、その議論で引っかかっただけなんで別に、まあ黒いとはまでは言えないけど、8が5に取った予想で、何だったっけ、なんか、まあ9が言ってたけど、なんか白いみたいな、白いっていうか村感情だなっていうよりは、僕はどっちかというと5は、なんだろう、まあ、SG 値を、なんかそう、増やしたくないからそういうスラとかするのやめてね、そこ釣らざるを得ないからっていう感情に見える。で白いとは思わないけど、2周目だと思ってるんですけど、そういう組み取り方の違いがあったかなというふうに現状は思ってますね。以上です。4番のプレイヤーが発言します。役です。4番役持ってますってことでね、よろしくお願いしますって感じかな。そうですね、1番さん、片潮の1番さんが7番さんに対してね、黒要素拾えなかった、対抗出てからでいいかっていうのはな、なんかちょっと、なんか微妙だったかなと思ったから、あれかな、
だから無駄に叩こうとしたんかなっていう風に見えちゃったから、ちょっとね、一番さん片白でね、白やったら2周目頑張ってほしい。ね、やったかな、めっちゃ申し訳ない、ちょっと待って。ね、そうそう、ちょっと2周目もうちょっと頑張ります、すいません、すいません。5番のプレイヤーが発言します。はい、そうですよね。あれ、これは平和村じゃないのか、違うのか。え、2番あたりの占いで出たっけ。え、出てないよね。え、7が1しか分かんない。え、あと4番の役っていうのは例のでいいのこれ。めんどくさいんだけどね、とりあえず。占いで出る可能性って言って2番くらいじゃない？だよね、2番、あ、2番がやっぱ占いで出てたんだ。ああ、そういうことか。というかもう役っていうのははっきりして。霊能でいいの？だったら、なんとか、こういうのがめんどくさいんだよね。そうだったのか。2番の星座がなんか、擁護してんなぁと思って俺を。したくないなぁと思ってただけなんだよね。占い師だったんだ。なんだろうね。6の発言よりは8番9番でなんか俺を擁護してるような感じだったから、8、9は釣らないで消去法で6ってなっちゃうんだよね。1周目だけの話を聞くとの場合ですね。7、2の釣り位置とかを聞かないとわからないんですけど、というよりも、なんでこう分かりにくいプレイするんだろうね。もう霊能だったら霊能って出ればいいんだから。本当に、もう疲れてくる。だから分かりにくくやるがダメなんだって。まあ、消去法で6ってことになってまいります、8。6番のプレイヤーが発言します。今日の釣り位置に関しては5番、8番どっちかでいいかなって思ってます。5番に関しては1周目の段階で、SG1 よりも白露を釣っていきたいって言った人物やろ。でも5番に関しては8番、9番が5番を擁護してる人物やったから釣りたくないって言ってたの。5番さん。8番、9番が狼で言ってるかもしれへんし、村人で言ってるかもしれへんのよ。やった場合って5番が、8番、9番が5番に対してこう、かばってるって思ったから、じゃあ8番、9番が村になるの。だから5番が8番9番から釣りたくなくて消去法で6番から釣りたいって言った様子に関してはよく分からなかったから、やった場合って5番線8番9番の村が見えてるの、それか8番9番が人外であろうとなかろうと8番9番に関して5番をかばってるから釣りたくないの。5番が評価回収してるようにしか見えんだけど、だから5番に関しては釣りたいなって思った。8番に関しては6番が3周目でいいんじゃないの、だから2日目でいいんじゃないのって言った様子に関しては僕は分からなかったかなって思ったから、じゃあその様子を明確に言ってほしいかなって思いました。はい、だから5番8番どっちからいいかなって思ってますね。8番に関しては2周目の猶予があるんで、その理由を明確に言ってくれたら8番に関しては釣らなくて5番から釣りたいかなって思いますね。8番の2周目の発言を聞いて精査をしていきたいなって思ってますね。7番の片白である1番に関しては、7番自身に対して黒い要素はないけど、まあ、対抗が出てきたら精査をするって言っとったけど、1番視点何なん？ 7 番自身が黒い要素を言うかもしれへんけど、対抗が出てきてから精査すんの？ 7 番の人外がつけてんの1番さんって思ったかな。片白の1番が黒いなって思いました。はい、現状そんな感じです。クロスしたらいいんじゃないのかなって思います。7番のプレイヤーが発言します。まあ、釣り先は6か白先の3が気になっていて、6番の論で言ったら、じゃあ5番さんが狼で、普通の進行論、変な動きだったり、スラとか、村勘定のことを言っていて、で、2巡目に関しては、6番さんを気になるから消去法で釣るっていうことを言ってるんですよ。狼だったら弱くないですか？ 2 番さんの相方軸で形成するんだったら、すごい弱いムーブだなと思ってるか、5が白いと思いました。6か白先の3に狼がいそうかなっていうふうに思っていて、で、6のその5に対する8か9が擁護したっていうのであれば、そしたら、買われてる初陣の段階で5番さんって普通なことを言っているだけの人物だから、狼としては全然狼入りないことを言ってると思いますよ。
で、6がその視点がおかしいっていうのと、白崎の3に関しては一番色が見えないなと思っていて、3の言っていたことっていうのは2に対して雑だけど 2番3の死の占い師かなんか偽の中でどっちで追ってるかわからないけど2巡目って言ってるからちょっと色が濁ってるなって思いました。8番のプレイヤーが発言します。まあ現状占いで言ったら7の方が真かなと思うけどね。なんかもう2番って適当なんだもん。白狼一釣ろうとかって俺入れてくるけど、俺全然白狼一でも何でもないやろうと思うんだけど。色落ちしない村だと思うんだけど。6行こうか。なんか、つや、そのとこ6番押してると思うし、本当にあなたが1億黒いと思うんだったら、いずれでいいんじゃない？だってレノって色見れるんだからって思ってますから。てかまあ、レノはマジで出てきた方がいいと思うけど。どうすんのって思うんだけど。まあ、いっか。まあ、変なことしたら負けるよ。で、4番も役とか言っちゃってるしさ。マジで。セミとか絶対やめてね。役とかやめてね。お互いがさ、あ、霊騎士だと思ってましたと思って、実は蓋開けてみたら、霊ですみたいな話だったら、まあ、バカみたいな話だからね。だからまあ、もうこの村を普通に出た方がいいよ。とだけまあ言っとこうかな。これだけはね。まあ、6でいいんじゃないかなって現状はね。9とかが黒い発言したらあれなんだけど、まあいいじゃない ?6 で。なんか簡単に強そうなとこやってるし、別に俺、一応そんなに黒いとは思わなかったもんな。って言ったところかな。はい、6いきます。9番のプレイヤーが発言します。いや、全然わかんないですね。7、8がわかんないから。まず7視点でさ、6、3っていう指定が分かんなくて、6番3っていうのはクロス占いっていうのを提唱していて、6、3の時ってそんな動きするんかなっていうのが、よく分かんないな。6、3って追えるの？ 7 番3って6、3単品で追ってるの？それが分かんない。で、5番を釣り押さない理由も分かんないと思っていて、5番3ごめんけど、SG1 に入りたくない。SG1 釣りたくないって言っているが、5番さん自身がめちゃくちゃ怪しい言動を取っていると思ってた。なんか SG1 っていう言い方が正しいかわからないけど、SG って多分村前提だと思うけど、5番さんって別に村前提ではないと思っていて、5視点でね、4をイラつく理由はわかりますよ。4、あなたの進行論上ね、4めっちゃイラつくのはわかるんですけれども、2釣りたくないし、6行きたいっていう理由が全然わからない。5視点で6行きたくなる理由って何なんと思ったけど。で、7、8も6行きたいんでしょ？全然わかんないな。だって、6の上げてる要素こそっていうのはさ、1に対して上げていた要素っていうのは、4が言っていた要素と同じで、6番さんが言っている8への5、6、2周目って何なんですかっていうのは、8番さんは答えていない。それでなんで6に行きたくなるのか全然わかんない。5から釣っていいんじゃないですか。5釣ったら結構ライン見えるかなって自視点は思っています。以上。1番のプレイヤーが発言します。まあ4、6に一応返答しとくんだけど、いや7の黒い発言するかどうかって普通に注意して聞かないかな。まして自分に白が刺さってんだから、黒い発言しないかなとか、そうやって注意して聞くのは普通だと思うから、そこの殴りって不当じゃねえかなと思うけど、あと4番の、セミオープンの意味がちょっと未だに分かんないんだけど、霊能だったら霊能、それ8番言ったけど絶対出てきた方がいいと思ってる。ここで潜伏してる意味がよく分かんないなって感じで自分目線。まあだただ2番さんの、初日6、8って上げてたんだけど、まあそれを3番が、雑殴りだって、言ってたからね。なんかここがもし、なんか初日かっこいいはないのかな、同時にじゃないのかなって思うかな。2が、偽でも3がローだった時でもって思ったかな、率直に。それはちょっとフィーリングに入るかもしれないけど。ただ、2番さんの意見的に5番さんの意見とほぼ一緒で、むしろ6、8じゃなくて、2番さん目線だったら、5も怪しくなってくるんじゃないのかなって、俺は普通に思ったけどね。まあ、そこの6、8の理由をしっかり聞けば納得できるんだったら、全然あれだけど、多分時間がなくて言えなかった人物だと思ってるから、2番さんって。6、8を雑で上げただけ、まあ、雑って自分でも言ってたけどね、そこが引っかかったかな。だから正直自分は2、7なんてちょっと精査できてないからね、わからないですね。
で、こんだけ分かんねえ、6釣りをしてる、うん、8番の目線が俺が分かんなかったけどな、うん、まあ5番もその、まあ、発言聞くって言えば言ってたけど、自分的に8位。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあとりあえず1周目6と8でいいんじゃないって言ったのは本当に適当です。はい、1周目っていうのは進行論しか落ちないんでね、それに叩いたことに対して他の人たちがどういう関係性を訴えてくるのかっていうのを見たかったので適当に殴っておきました。はい、で俺目線で見えているのは何も見えていないんだが、3の白しか見えていないんだが、一番白いなと思うのは9、時点で6、はい、で1はちょっと知らんというところで、9番っていうのは、6と8と5をまっとうに精査していて、6をついた理由が分からない、8っていうのはそれ6の質問に回答を全くしていないというところ、指摘が真っ当だったというところで9が一番白いかなというところ、6番というのは5番が白い蝶を釣りたいというところで、進行論とやってることは違いますよというところを真っ当に指摘できていたというところで9、時点で6が白いかなと思ってます。で7番が黒だったときって相方というのはもう5、8、1なんだけれども、4番っていうのはマジでいや無駄りないんでね、騎士からしたら霊能だと思うし、霊能からしたら騎士だと思うし、うん、全く意味がないんで何をしているのか答えてくださいねっていう指摘を8番はしていたんで、うん、まあ現状5かなって思いますけどね、うん、7が5を白く見る意味がわからないんで、うんうん、でまあ7っていうのは6と3を叩いてたんで、うん、まあ2浪1が外にいる感じではなかったんで人狼かなって思ってますね。7は7の相方は5か8だと思ってますよ。はい、以上。3番のプレイヤーが発言します。いやー分からんな。まあ2目線で6をキャンセルする理由が7が一本釣りしてしたからかなと思ってるんだけど、これは2目線に立てばそうだと思ってるんで、まあ、それは全然理解できる。9は真っ当なこと言ってるなんて、一番真っ当な人は9です。黒、白関係なく、めちゃくちゃ真っ当なこと言ってるのは9。はい。めちゃくちゃ真っ当だと思います。8がめちゃくちゃ気になってるんですよね、俺。めっちゃ8が気になってて、現状。で、7も6対の理由がちょっとよくわかんないなと思ってるし。だって2って雑ながらも6、8ランテージを上げてるから、多少なりとも6に対して、まあ、どういう考察をするのかっていう、6、8アンテージ上げながらどうせ6なんでしょうみたいなところまで行くべきじゃないかなと思ってるから、なんかそれが引っかかったかなと思ってるんですよね。うん。あで、5って多分グレーセーサーめちゃくちゃおかしいなと思ってるけど、あんま狼っぽくないなと思ってます。狼じゃないだろうなって思ってるかな。狼っぽくないなと思ってる。その理由は、役職者全員に叩いて、かつ、なおかつ8級を白くしして、で、この先どうやって戦っていくんかなっていうのがあるし、まあ理由はマジで、擁護したから白っていうのはちょっと安直だなと思うけど、なんか、あって強靭かなと思うんですよね、5番って。なんかそんな気がするんですよ。6、8だったら6の方が真っ当なこと言ってるかなと思ったし、8行きたいかなと思ってますけどね、現状。と思ってます。あと5番さんも言ってたよ、2番さんに言っておくと、4番のプレイヤーが発言します。はい、霊能ね、霊能です。ね、5番さんっていう人は、役職が潜伏してるんやったらわざわざ炙り出すやつは人外だって言っとったのに、5番さんってものすごく炙り出そうとしてたんやけども、その辺って人外なんだからやったんですかねって思ってますっていうことで、まあ5番さんね、まあ占い中も入ってもいいような発言してるから、まああって今日かもしれないが、まあ順が落ちる可能性があると思ってるから、ね、今回6番さんの精査が良かったかなと思ってる、うん、で1番さんも良かったかなと思ってる、1周目よりね、2周目ちょっと良かったなと思ってるから、5、8を選んでいいかなと思ってる、うん、かな、うん、まあまあみんな言ってるようにね、まあ、10番さんってまあ一番真っ当なこと言ってるから、まあ、今回釣りたくない、まあ、6番さんもしねワンチャン陣がやったとしても、2日目、考察残してくれる、まあ、色落としてくれそうなんで、6番さんっていうのを、持ってもらってもいいかなと思っている。かな、受験占い師が難しいな、どっちもこう和心だなっていう感じを感じれない感じ、うん、ちょっと2日目もっと頑張っていきたいかな。
明日は多分、ね、占い師精査になるだろうしって感じかな。そうね、8番さんがこう、安直に7番さんの言うことに乗っかって6番を叩いてるのがちょっと微妙かなと思ってる。でも8番がローやった場合って7に評価回収するってことは、いいローなんかなってなるから8から。全プレイヤーの発言が。その疑いには、どんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤー8番の遺言を発表してください。だよな。俺ロケ人外だと思うけどな。考察だけがね、すべてじゃないんだよ、このゲームは。ああ、まあいいんじゃない？こういう狂った霊能いても。うん、まあ別に負けりゃいいと思ってるし、現状。まあ占いに関しては7が旬かなと思ってるから。うん、まあまあ、いいよ。俺ちょっとまだ5残した方がいいと思ったから、もう自分に投票したよ。6入れたとこじゃ死に票にしかならんと思ったから。うん、俺絶対6番で費やすそうなとこ費やしとると思うけどね。2番に関してもさ、あんた一瞬目白狼釣ろうなんてこと言ってさ、結局適当なこと言いましたって何がしたいのと思ってんだけど。だから俺7の方が死んだと思うんだけどな。まあ7、別に3番占ってもいいとは思うんだけど、確証作るのもいいと思うんだけど、俺でもね、6級にいると思うんだよね。あとね、わかんないけど、占いおそらく新居で出てると思うかな。まあその理由はゲームあったと言ってやるけど、まあ賢いやつは感づいたんじゃないかなと思ってるから。2番のだって擁護の仕方がおかしいもんね。6級行きたくないみたいな。その擁護の仕方もさ。ああ、新居じゃないかな。じゃないと、なんかそれっぽいんだけど。現状占いは。気づいてる人気づいてるかもしれんけど、俺の言ってる意味ね。あると思うんだけどな、占い心境。まあいいや、5番村じゃない？だけど俺自投票したわ。5番村だと思うから。5番頼むわ、じゃあ俺の分まで。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。五白2番が五白の3番さん隠し白ん9番さんの色は4番さん、あ、9番さんじゃねえ、8か、白か。いや、8のなんか別に自投票することないなと思ってたんだけどな、正直。いや、遺言聞いてて、いや、負けてもいいや、どうこう言ってたけど。いや、それがちょっとわからなかったな。ごめん、ちょっと何 ?2 が、五白、七が三白っすよね。だから、三白でしょ、だから隠し白でしょ、三番って。分かってます、大丈夫です。はい。まあ、8が白で落ちてるからな、正直、まあ、今日もう白白しか出てるから、2、7の精査になってくるけど、いや、俺の昨日の違和感は、7番が6、一本釣りっていうのもそうなんだけど、そこもあれなんだけど、2番が、いや、5、8ランになった時に、最初に8番が、4番が、潜伏してたどうこうって5番も言ってたんだよね。で8番そこで村っぽいなって言ってて、結局まあランテージでまあ消去か分からんけど5、8入れてたから、結局入れるんかいっていうのがちょっと違和感だったかな。2番さんの7の6の一本釣りもちょっと違和感だけどね。まあ、正直ちょっと話聞いてみないと分かんないけど、俺悪い意味でフラットなんだよな、2、7って。いや、これだって、ね、8番が言うに心境で出てたら俺的にラス1、2番
のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。ですね、昨日の8行った理由っていうのは、俺5行きたかったんだけれども4番が言ったからです。はい、で7番もなんで8行ったのかな、それ答えてくださいね。はい、そうですね。でこの状況で騎士が出ないっていうことは9騎士でいいのかなって思ってます。9騎士でいいのかなって思ってますんで、7は人狼だと思ってます。7は人狼だと思ってます。3と5は白で、まあ、7が強だった場合って16ローローなんだけど、16ローローには見えにくい。今現状見えていないっていうところが、7はローで7の相方が6か1にいるというところ。9番さん騎士の過程ですよ。はい。で、そうですね。5番占った理由、単純に行きたいと思ったから、俺が投票しようと思った人物であって、1よりも5の方が黒いなと感じていたから。うん。2週、1日目が終わった段階で、それで5を占いました。はい。5は白でした。はい。なので、7の相方っていうのは6か1にいます。初日で囲っているのか、うん。どうなんでしょうね。黒、6番っていうのは、1に対して、俺らの占い師に対して、クロスをしてくださいと言ってましたね。どうなんでしょう。1に、俺の占いを1に向ける。どうなんすかね。あ、八幡さん、残念ながら俺が真なんで、それは間違ってますよ。7がローなんでね。はい。あ、今日7行ってくださいね。俺についてくればマジで村勝てるんで。はい。7に行ってください。以上、俺は占い師です。他に言うことはありませんので。3番のプレイヤーが発言します。なんで ?7 つって。あんたは16あるでしょ。俺についてきて。噛まれる懸念はないんですか。え、どういうこと ?7 つって。まあ、2周目精査。俺は2周目完全に精査するので、すべての意見を聞いた上で、踏まえた上で考察するので、皆さんの意見を聞いてから決めようと思ってますけど。2番の今のおかしいと思うけどな。わからん。ちょっとみんなのグレーの感じも見つつ占い師精査しますね。はい。以上です。あ、追加できた。別にいらないけど。6の狼もないわけじゃないよ。ないわけじゃない。8が6を釣り押したのは、その5が言った8級の、なんだろう、8級を白置きして6を釣り押す構図とは全く違ったものだったから、それで8自身が6を釣り押したい、なんかどうしても便乗に見えてから釣りましたね。強人じゃねえかなと思ってるけどな。現段階でも。まあまあいいや。とりあえず、ちょっと一通りお話を聞いて、で、皆さんどう思ってるか、ちょっとお話を聞いて、投票したいと思います。以上。4番のプレイヤーが発言します。4番です。そうですね。真の占い師の人が真なんでって言うんで、ナンセンスだなと思ってます。そうだね。8番が言ってたように、レギュレーション的に、新居をやった場合って、9番って噛まれないんじゃんかなと思ってるから、俺、新郎やと思ってますってことで。それやったら、霊能噛むか、新居やった場合ね、霊能噛むか、占い師噛んだ方がいいと思う。ローやった場合。ってことで、ただな、なんか、臭さは増したよね。ビバンとは思ってて。ただビバンとことつながんねんって話になってきたらね、ってところで。ちょっと待って。3、3、白やから、一番面白いけど。ただもう、やっぱ26か2盛りやろうか。7番目線に6に行こう。7番目線。あそこは7、1あるか。7、1、7、6か。ちょっとまあ、7番さんの話聞いて、
まあ、占い師決め打ちっていうことで。はい。お疲れ様です。5番のプレイヤーが発言します。うん。じゃあ8番、4番という嵐の霊の通報しよう。うん、こんなのいらねえよ。8番が白で、9番噛まれて、俺が村で、だから6連れって言っただろう。俺が超一流の差だよ。三流と超一流の差だよ。6の言ってること釣り位置黒いに決まってんだろ。3番の直近の話を聞いて、俺ならもう6級ランだよ。58を釣りをしてる奴なんて黒すぎるわ。6級ランだよ、頭のいいプレイヤーは。三流なんだよ、5番8番をしてる時点で。だから報いを受けてもらう。今日は2釣り。制裁釣りだ。いらねえよ。何 ?8 の白っつって ?5 番の白だなってだから言っただろ俺がよ !6 番押せって言っただろ。だから自分の力のなさ三流だってことを味わえばいいんだよ。俺はお前にしか行かない。2番4番は消えればいいんだ、この世界から。俺の言う通りにこれから釣りを決めろ。神がここにいたんだから。黒いだろ。何癖ってやつなんだよ。1分間にわたって6番の言ったことは。何癖にも程がある。普通に俺を見たら3番と同じ視点に立って5番は釣らない。正しい霊能がいたら3番とカイトが同じだ。8番と同じだ。8を釣る村があるから負けるんだ。だから7番は素晴らしかったよ。だから7番に勝たせる。今日は2番釣る。これからちゃんと巻きまえろ。この村にいた天才と三流のもう黒同然レベルの6番と2番を制裁釣りする。2番釣り。6番のプレイヤーが発言します。まあ結局は5番さん発言制裁からさ、人狼ゲームってだから発言がさ正しかった方が、まあ、評価されて発言がおかしかった方が釣られるんや。だから5番さんが発言おかしいから5番さんが釣り位置になったんじゃないの。4番っていう村が確定してる状態での4番視点の1番グレーの中で怪しかったのが5番やったから、5番が5番と8番に関してはおかしいなっていう精査をするのが、4番が村って確定してる人物やったから、だから4番が言ってることは正しいよ。だから5番と8番が村視点では絶対おかしかったよ。だから実視点では5番と8番に対しておかしいって言ってる要素って6番の白要素にはなり得るから、だから5番っておかしいよね。じゃあ6番が言った要素に関して返答ってあったんですか。5番さんアンサーもなかったですよね。5番8番に関してはだから5番8番自身がそのアンサー自体なかったことに関して5番8番の黒要素になり得るから、考えてくださいね。6番1番狼やった場合の、あ、じゃあ3番さんに言っときますね。6番1番狼やった場合に関しては、6番さんが一周の段階で、6番に関しては1番3番に関してクロス占いに飛ばしてくださいって言う必要あるかな。やった場合って、6番1番狼やった場合って、2番7番の心境が見えてるから、少なくとも占い紙入ると思うよ。3番さん。やった場合って、2番の神助してる状態やった場合って、2番神かに入るから、うん、それはよく考えてほしいかなと思ってますね。8番教授、2番、5番、狼かなと思ってますね。5番自身が2番釣りますねって言って、7番に対して評価するんじゃないかなって思ってますね。はい。実時点では2番、5番、狼しかないもん。7番が死んでしかないもん。占い結果見るとね。はい。5番が黒でしかないから。以上、2番釣り。7番のプレイヤーが発言します。はい。まず2番の言ってることがすごいおかしいのを拾うと、2番さんっていうのは最後に新感情を出し、それに対してグレー生産全くなく、俺を狼軸で置いた時の6と1とどっちか相方かなっていうコメントを残していたが、6と1に対する黒要素が全く言及されていないのが新感情がないっていうのを捉えてほしいですね。3強の2号かなと思ってるんですけどね。2号か26かどっちか。でも6釣った方が村視点は安定だと思いますよ。普通に心境だと見るんだったらね。普通に。と思いますけど。で、まあ、霊能さんが、まあ、普通に占いの決め打ち場面って言っていたので、2番さんに投票してほしいですね。もうそれで普通に村勝てて、6を占って黒結果を出したら自分の心が勝つので。まあ、そういう場面ですね。まあ、簡単なイージーゲームでしたって感じです。うん。だから5番の白要素に関しては、初陣に関して、その盤面を荒らさないでって言っていて、それで狼だった場合って、ヘイト向かわれる可能性高いですよね。だから5番さんを白と自分は2巡目に置いたって感じで、それを全然みんな受け取ってくれなくて、まあ9が噛まれてめちゃくちゃラッキーやなと思っていて、なんかグレーの人に対してわからんって言ってるだけの人物だから、あ、この人村だったらすごく鬱陶しいなと思って噛まれてよかったかなって感じですね。
うん、で、あと、占った理由に関しては、普通に、隠し色作って、9番自身がみんな白置きしていたから、普通に隠し色作った方がいいかなと思って作っただけですね。はい。それで視点が詰まるのでね。それで占ったっていうだけですね。はい。今日は2番さん行ってください。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。まあ、ほぼ。これから2番は真の可能性があるが、する。若者よ。だから、6を釣れない奴は、もうゲームしなくていいんだよ。狼を釣るんだよ。6釣りしかないだろう。どう考えても5と8を釣る。勝てるわけないだろうよ。だから制裁釣りする。うん。投票が終了しました。まあ、なら今日6、1かもしれないが、まあ、6番が押してる時点で2番村なんだろう。分かっていた。でも押す。2番を心から反省させるために、明日も2番をディスりまくるよ。はい、8、9、教授いなかったら負けです。ずっとディスりまくるよ。7は3の隠し色を知ってたんですね。以上。夜が更けました。ディスりまくるよ。人狼に気をつけて2番と4番を。うん。5、8を釣り押したら2番が悪いんだよ。オオカミ探す気ないだろ。オオカミが5、8、オオカミは6、9にしかない。だから6番だと言ってんだろ。うん。6番、オは1番なんだけど。それを押せなかったんだから。うん。だから7番が人外でも素晴らしかった。だから勝たせる。今日はそう決めた。だから何の悔いもない。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番、5番のプレイヤーが発言します。うん。ま、そういうことだ。2番が死んだというのは分かってたよ。6番、まあ7、1、1だったら7。6だったらどっちかと思ったけど、7番についたってことで。だから、2番がシーン、分かりきってたよ。でも7番が素晴らしかった。2番、分かったか ?5、8みたいな人を見たら釣るべきじゃないんだよ。2、4という村のガンがいた。三流のな、J2、J3 レベルだ。分かるか?サッカーにはね、バルセロナとかレアル・マドリードって言って、そこに、そこのトップリーグに、トップチームにいる、世界の10番レベルの人間がここにいたんだよ。8、9、5、8、9、6を見たら6なんだよ。分かったか2番。これから勉強しろよ。7番のようになれよ。5番の村を見抜いて、簡単に釣れる奴を釣ろうとした6番は黒いんだよ。分かったか?メモを取っとけ。雑なぐにも程があるだろ。うん。こういう人間を釣るんだよ。発言で白いからじゃないんだよ。黒いんだよ、6番。分かったか ?2 番、4番。お前らのせいで負けたんだよ、この村は。2番、4番が恥をかいたゲームだ。反省でしろ。謝るんだよ、8番に。5、8は釣らない、6、9、ランなんだよ。分かったか?俺が言った通りに6を釣れ、これから。2番、4番、お前らは力がないんだから。神の言った通りに6を釣れ。黒かった6番を釣れなかった2番4番の責任だ。以上。6番のプレイヤーが発言します。7番さん、今日は3番釣りでお願いしますね。はい。まあ5番さんがね、すごい大層なこと言ってるんで、5番さん、すごい人なんかなって思ったらさ、5番さんさ、53% やろ ?53.96% やろ全然大したことないやんか。5番さんの発言聞いとってチャランポランやんか、精査自体が。5番じゃ6番と9番がおかしいって言ったけど、どこの要素をとってさ、6番と9番がおかしかったん ?9 番狩りやで。僕9番の狩り一周目で見抜いとったわ。9番ってまっとうやったから。はい、5番さん、人狼ゲームってこうやってやるんだよ。はい、しっかり勉強してね。メモ取ってね、5番さん。しっかりとね。はい、3番釣り以上。7番さん、ありがとうね。7番のプレイヤーが発言します。まあ、6級のランが一番正解ですよ。俺が本当に真の占い師だったら6級のランで提出しますね。まあなぜかというと、2巡目に俺が答えた6番が8級に対して擁護する要素を取って、なんかそれを誰かに黒塗りしようとする準備をしてたのかなと思っていたから、6番がサイクロ1。で、自分が1番さんを囲えている理由を分かった理由に関しては、初順に対して、例の残したい派っていう発言を8番と同じような意見を拾っていたから、あ、これ絶対囲えてるなと思ったから、1番が黒と囲えてるのを分かっていましたって感じですね。で、6を釣れたとしても、1さえ守れたら全然僕はいいかなと思っていたから、普通に6を殺しました、初順に関して。はい。そう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 。5番の言う通りですよ、6番さん。6番さんが間違ってると思いますよ、この盤面勝って。はい。
うん、みんなが見抜けなかったらだけですね。僕が村だったら絶対6を釣り殺す。まあ、5番さんと同じ意見ですね。はい。ってな感じ。ああ、失礼して。8番さんが最終ですよ。なんで4番さんが8番さんを指定したのかがよくわからないですけども。はい。だって、2巡目に8番さんって、占い審議、7番さんが真ですって言った人物ですよ。普通に狼だと占い位置当たる行動しますか ?2 番さんの芯が見えていって。うん、そうだね。僕が黒だったね。と思いますよ。はい。僕はただ人外だったから、普通に4番の霊能に従って8番を釣り越してただけですけど。ってか感じです。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、いいですか。まあ、もう時短でとりあえず。はい。3釣りで。3番のプレイヤーが発言します。いやもうやめよ。2、4攻めるのやめてあげよ。まあ、2番は占い師としてはなかなかにちょっとないなと思ったからもう入れたけど、まあ、6がもう確実に人外であることはもう普通にバレバレというか2周目に関してはすごく分かりやすく出たなと思ってるんで、はい、最後の週は本当に分かりやすく出たんですけど、じゃあ行けよって言われるんですけども、もうどうせ無理だから。まあ、6投票しようかなと思ったけど、票なんて集めるわけないし、まあ、俺が言うべきだったかな。6はめっちゃ黒いと思ったら、6に入れるっていう、ちゃんと言うべきだったと思って、それだったら票が集まるかなと思ったんで、申し訳ないですね。なんで俺に問いかけるんだろうと思ったから。問いかけ先が、強人、あれもな、何も強人のリスクも負わず、3はもう村置きして置いてる番自体でおかしいなと思ってるから、まあ、6は絶対人外だろうなと思ってたんで。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。